ハワイアンロックプレゼンツエコーズは、ロックバンドのハワイアンロックを主催に開催される音楽イベントである。全身イベント、ハワイアンロックファックユーヒーローズプレゼンツ1997を経て、2012年より第1回が開催された。会場も、全身イベントから引き続き、東京公演は新木場スタジオコーストにて行われている。 出演者は過去にライブハウスでハワイアン6に出会ったバンドを中心に選定されている。主にパンクロックに分類されるバンドが多いがメロディックハードコアやハードコアなど多したようであり、またパンク以外のジャンルに分類される出演者も多い。そのためこのイベントについて石音楽祭と表現されている。1回目の開催。また、 両介在籍時のハワイアン6が主催した唯一の会である。2年ぶりの開催であり、4都市での開催となった。名古屋公園滋賀公園大阪公園東京公園、名古屋公園東京公園新木場スタジオコーストでの開催。ハワイアン6の結成20周年を記念し、2日間開催となった。10月14日、10月15日、10月14日に開催された。 10月6日に開催された2019年度は、例年の4ステージから、外ステージを除いた3ステージ構成で行われた。ありがとうございます。